ニコライブ・ブダーリンニコライブ・ブダーリンは、千葉市共和国キルヤ出身のロシアの宇宙飛行士である。ミールと国際宇宙ステーションに3度の滞在を行った。ニコライブ・ブダーリンは、マリナ・ルホフナ・ブダーリナと結婚し、二人の息子、ドミトリーと、ウラジスラフを設けている。趣味は釣り、スキー、キノコ狩り等である。父のミハイル・ロマノビッチ・ブダーリンは1984年に、 母のアレクサンドラ・ミハイロブナブ・ブダーリンは1986年に死去した。1979年にモスクワ航空大学を卒業し、機械工学の学位を取得した。ロシア連邦英雄を受賞している。1976年に SP ・コロリョフロケットスペースコーポレーションエネルギアに就職し、1989年2月にテスト宇宙飛行士の候補になった。 1989年9月から1991年1月にかけてガガーリン宇宙飛行士訓練センターで基礎的な訓練を終え試験を通過してテスト宇宙飛行士となった。1991年2月から1993年12月までミールに行くためのソユーズ TM の訓練を受けた。1995年6月27日から9月11日までブダーリンは ミールの19回目の長期滞在ミッションに参加した。STS-71 で打ち上げられ、ソユーズ TM-21 で帰還した。1998年1月28日から8月25日まで、ミールの25回目の長期滞在ミッションに参加した。ソユーズ TM-27 で往来した。二千二年十一月十三日から二千三年五月三日まで、 ブダーリンはフライトエンジニアとして国際宇宙ステーションの第6次長期滞在に参加し161日間を過ごした。乗組委員はスペースシャトルエンデバーの STS-113 で打ち上げられソユーズとが -1 で帰還した。2007年まで彼はドゥーマで統一ロシアの議員を務めた。ありがとうございます。